どうもランニング好き整体師藤村です。本日の内容はこちらですね。膝の痛みを他内に治してもらう方法、実はですね、当院に膝の痛みで来られている男性でですね、膝の痛みの原因が分かったので、そのストレッチの方法をお伝えさせていただいたんですが、なかなかやっぱり自分でできないと。ただ家内が、そのストレッチを覚えたら、やってくれるっていうことだったので、他の誰かに自分の膝を治すような方法を教えてほしいということで、質問があったので、今日はその家の人だったり、誰かに膝の痛みを治してもらう方法をお伝えさせていただこうと思います。でですね、どこの筋肉をストレッチすることによって膝の痛みが軽減するかというと、ここですね、大腿直筋という筋肉になります。この筋肉はですね、非常に膝の痛みの原因になりやすいんですが、一度ちょっとアプリで見ていただこうかなと思いますね。大腿直筋をですね、アプリで見ていただくと、この水色の部分が大腿直筋になります。でこの大腿直筋が硬くなってしまうとですね、見てわかる通り、股関節の付け根からももの前を通ってお皿の下のこのすねの前まで伸びてくるので、大腿直筋が硬く、この硬い方に引っ張られてしまうと、お皿の周りだったり、お皿の下とか上の方の繊維がこう引っ張られてしまって、このお皿周りにこう痛みが出てしまうってことが起きてきてしまいます。はい、ということで本日はですね、大腿直筋を誰かにこう伸ばしてもらう方法をお伝えさせていただこうと思います。では今から大腿直筋を伸ばす方法をお伝えさせていただきます。まず伸ばされる側の人はうつ伏せになります。で伸ばす側の人は足首を持ってあげてください。で足首を持っている方と反対の手は骨盤の上ですね。なのでお尻の上のあたりを軽く押さえます。このままゆっくりですね、かかとをお尻に近づけるようにぐーっとゆっくりゆっくり近づけていくと、受けている方がももの前がピンと張ってくる感じになると思います。でちょうど痛気持ちいいぐらい伸ばされるぞっていうところで止めていただいて、このまま10秒から15秒止めます。時間が経ちましたら少し緩めてあげて、また同じようにかかとをお尻に近づけてあげて、また気持ちよく伸びてるよ、太ももの前が伸びてるよと言ったら、ここでまた10秒15秒を止めます。これを2回から3回繰り返していただく。そうすることによって大腿直筋っていうのはしっかり伸ばされてきます。1点注意するポイントとしては、股関節ですねが外に開かないようにしっかり閉じた位置でかかとを近づけてあげてください。あとは強引にグッとやってしまうと先に膝の方が痛くなってしまうので、必ずももの前が伸びてる感じがあるか聞いてみてください。もしじんわりやっても膝に痛みがある方はこのストレッチはやめた方がいいと思います。以上が、膝の痛みを家内に治してもらう、大腿直筋のストレッチの方法になります。もしご自身や他の誰かですねが膝の痛みがある場合は、誰かにこうそのストレッチをやってもらったりとか、誰かに今のストレッチをやってあげることによって膝の痛みを解消してくださるといいかなと思います。それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。